よしよし。わかる？このカジュアルな感じわかるかな？はい、310人中の40番ということでございまして、最近もうほんとこういう感じなんですよ、僕。すごい感じ悪く映ってたらほんとごめんなさい。30年かけてようやくこの境地に達することができました。いう感じで、バンバカもしくはバルバカ行きたいと思います。よろしくお願いします。あ、結構パチンコ行きますね、皆さん。あ、これは打てますね。ほら、空いてる空いてる。右からもうこれだよね。もうこれしかないよね。はい、一番目立つとこ入りました。振って、はい、おはようございます、しんのすけでございます。本日日付が1月21日土曜日、去年から毎月21日の雰囲気で、お邪魔してます関西のとあるお店でございます。このお店こと今月に入りまして、19台に鏡増大しました。で、円形島と、現時点でお伝えできる鏡の設定差はもちろんのことですね、鏡を存分に誰よりも楽しんでいきたいと思いますんで、一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。はい、スマスロ鏡撮れましたんでよろしくお願いします。今回のバンバカスマスロ鏡からですね、いつも左から撮ってたんですけれども、右から撮っていきたいなと。理由はですね、やっぱりゲーム数がクリアに見えるっていうのと、 AT 入ったら入ったで、ここの表示もしっかり見えるんで、でディスクの色だけは随時お伝えしていく感じになりますので、よろしくお付き合いのほどお願いしたいと思います。頑張ります。さあ、暑いぜ。仕事の時間が隅々まで立った。で、本日日付が1月の21日、鏡導入から1ヶ月半ぐらいですか。で、だいぶその設定を読むための要素っていうのが公表されつつありますけれども、やっぱりその一番使えるだろうところっていうのはまだまだ先になりそうでございます。ということで、最初は使えそうな設定差の部分のまとめをしていきたいと思いますね。まず1番はトランクからのチャンスゾーン当選率で、まあ、実践上ですけれども、設定1、2でざっくり 15%、 6分の1ぐらい。これ6分の1とは言ってますけど、これ希望で、実際は10分の1の可能性も全然ある。だから 10% から 15% というふうに捉えてればいいです、1、2はね。で、一方で設定が上がる方、上がるにつれて当選率上がっていって、6で 25%、 4分の1ぐらい。これもそうであってほしい願望込みの数字、実際は 30% の可能性ですらある。で、これポイントですね。通常状態、降格状態、超降格状態って3種類のレア解除率の違う内部状態があるんですけれども、通常状態でのチャンス目、あとは強チェリーのボーナス当選率、ここにも設定差がある模様でございます。 1,2 が 10%で、設定が上がるにつれて上がっていき、まあ、6で 16% ぐらい、6分の1ぐらいと予想しています。なので、チャンス目強チェリーを通常状態で何回引いて何回刺さったかっていうのは把握しておいた方がいいってことですね。なので、まあ、今2つチャンスの当選率と強レイヤーからのボーナス当選率2つ紹介しましたけれども、高設定ほどそれがそれぞれ数字が上がるってことは、つまり高設定ほどボーナスの当選率、ボーナスの初当たりが多くなるってことになります。はい、チャンスの2回目ですよね。で、今13ゲーム前にもチャンス目を引いてたので、最初のチャンス目で当たってる場合はこのまま前兆、32ゲーム前後の前兆行って、これ最初の21ゲームで引いたチャンス目ですね。で、まあ、これはもうご存知かと思いますけれども、 KJT 鏡ジョブタイムは
あの発展ゲーム数、連続遠征の発展ゲーム数によって期待度が全然違って、15で発展すれば、15ゲーム目で発展すればまあ確定で、大体ダメな時っていうのはその前後で発展しやすいっていう特徴があるんで、で21ゲームに引いたチャンス目のあと12ゲーム目にもチャンス目を引いてるんで、この後も前兆が継続するようであればチャンス。あ、おこれは地図、OK、どうだ、可能性としては32ゲームで引いたチャンス目からの前兆が続いてて当たり、もしくは結構頻度は少ないんですけども、52ゲームから前兆が走り始めちゃったフェイクが、そのどっちかだと思われます。なんだろうね、あの鏡になるとやたら喋ること多くなるんだよね本当に使命感なのか、27ゲーム目、はい、これ2回目に引いた通常チャンス目で当たりました。うお祭り場ですね、祭り場ですね、はい、レインボーに回りました。だ全長30ゲームでボーナス当選と、だからこれ2の1、もうこれ熱いよね、あもうダイナマイトセクシーボンバーですわ、これあのね、これ多分世界最速ですね、世界最速のダイナマイトセクシーボンバー入ります、はい、ちょっとこのね青7出てきた理由、一応青7赤7の振り分けに関して言うと、まあ今までのバンチを同様滞在モードの影響をもろに受けるんですよ。で高設定ほど上位モードに行きやすい、結果として高設定ほど青7が出てきやすいんですが、これ朝一天国スタートだった可能性はあるね、いくぜアメリカを狙いたまえ、おい、この時点で 25% 期待度、ダイナマイト、あーダメか、さすがにそうそううまくいかないな。しかしながらこの青7で AT を刺すのはマストですね。危ない。ああ大変。いやいか。とりあえずまあ終了画面。しっかり兜のを締めていけっていうメッセージだと思って、頑張ります。はい、高設定示唆でございますね。ニコラス&ボニーのいわゆるピザ画面と言われるやつで、このボーナスルージュの画面に関しても、ね、もう完璧ですね、完璧でした、はい、これがエリートの実力さ。はい、ということで、アメリカンドリーム始める前にボーナスルージュの画面の選択率ね、予想値をしっかり言っていきたいと思います。設定1、2が今のボニー&ニコラスの高設定下の画面が 5% で、設定上がるにつれて上がっていって4で 10%、 5で 12.5%、 6で 15%、 で設定2以上の画面がありますね、あの設定2以上の画面、あのトレーニングの画面で、あれが2で2以上であればそれぞれ 5% で出ると、であとは日頃の確定系のやつが各 2.5% ずつ、そうするとやっぱね、下手したら設定6だと 25% で何かしらの画面が出ちゃうんですよ。で一方で設定1になっちゃうともう 5% でしか出ないんで、ガ
ちょ待って俺鏡のスピードについていけてない。まあ今までの番長同様ですね、 AT に入ったら設定差はほぼないですから、まあ、言うてそのモード移行によるディスクの獲得率は高設定より高くなるんですけど、摩天楼中は5ゲーム目がポイントになります。5ゲーム目で演出発展しなければ熱い、惜しい。お、これ2以上ですね。ものすごい勢いで出るんだけど。で、まあこの後はあの引き戻しの抽選ですよね。はい。ああ、だめだ。6分前に引いたトランクで当たっちゃってますね。で、トランク1の1。もう全ての要素が良すぎる。さあ。で、この時点で引き戻しもダメだったことが確定してしまったんで、まあ、そこに関してはしょうがないですけど。で、勝てて加えて天国ループも否定だな、この時点で。なんかいいね。あ、熱い。今ちょっとミッシェルだけだったんだが、今ミッシェルことキャサリンが一人だけ出たんですけれども、今の演出っていうのはアメリカンドリーム直撃の時に確認できてるんですよね。なんでいわゆるその初代オス番長の前編外れと同じ意味合いがあるんで覚えておいてください。試験出ますんで。だからこの次のゲーム、うん、まあ5周ゲームだったんでね、まあ、ステージ4だからこの次のゲーム一緒、あ、これ出ちゃう、ここで一緒バーンとか言ったら熱いからね、バーンとか言ったら、うー、熱い。あーってことはさっきの冷やかしだね。ちなみに4号機の初代オス番長の時に、いや違うな、番長2か、5号機の番長2で、あのガセの一生と外れが出る割合が2000分の1って言われてたんですけど、まあ、そんな感じなものを今引いたのかな。あー、暑いっすね。ステージ変わったイコールモード B 以上期待ですね。はい、これで立て続けにトランクを外したんで、ラブホが7の2になりましたね。7の2、あ、全然違った、ごめん、7の3だ。はい、310ゲームでウエスタンステージモード B ですね。ここでちょっと当たってほしいよな、まあ、モード A に比べると100、300、500、700っていう風にモード A の200、400、600より100ゲーム早いですから、その分ゲーム数は浅いんですけど、ただ行っちゃうとやっぱ900とか行っちゃうっていう、まあ、僕は経験ないんですけどね、あのいただきチャンネルのサスケなんかはモード B 行って900ボーナスさせずに900ボーナスさせずに900ボーナスさせずに午前中で7万負けっていうのを食らったらしいですから。だから怖いよ、そういう意味では怖い。でこの鏡はモード A からモード B 移行すると天国に移行するまではモード B 以上なんですね。それだけにほらなんかちょっとくさびを打ち込まれたみたいでやめるにやめれなくなったりするじゃない。だから怖さはあるよね、そういうちょっとオキドキ系のモード移行なんで。
今前兆始まりましたね。3機あったんで、飛行機が、ジェット機が、セスナ機が。で一応32足して前兆始まってね、362じゃないですか。で白身、白身魚って覚えてください。白身魚、前兆の終了ゲームが、10の位、1の位、46ゲームから白身、63ゲームの間が基本なんです。デフォルトなんです。白身以外だった場合は本前兆濃厚になりますんで、あ、前兆だなと思ったら32を足して46から63、白身以外だったら、お、直撃か、お、なんかイレギュラーの当たりかっていう風に捉えるようにしてください。っていう感じでスマスロ鏡は、まあ、そのサラリーマンの流れを組むくせにゲーム数解除を採用してるがゆえに、そのゲーム数での妙っていうのが加えられてるんで、ほら今までってマップ解除だったからさ、そういうの絶対ありえなかったじゃない。でもスマスロ鏡はゲーム数解除なんで、あらかじめゲーム数が決められてるからこそ、そういうちょっと厚さが加わってますんで、これはピンチだぞ。あっち、レバーをほぼ無演出からの第一停止、エリートチャンス、385ゲームがあっちいぜ、はい、真の力を解放する時が来たようだ。真の力でディスク反応、でこれで通常チャンス目が6の2、違う、7の2か、12分っすね。一応通常状態のチャンス目からのボーナス当選率設定6、予想値 16% なんですけども、超えてます。あれ、張らない、間に合い、残り8枚。そのメッキ剥がしてあげよう。色気力こそだめだよ。はい、417ゲームチャンス目解除。9回目のトランク、今5連続ぐらいで示唆が出てないんですけど、結構偏ります。仮に設定6の示唆全体の出現率が4分の1だとしたら、4分の3で出ないんで、そこ引いてっちゃうとね、まあまあ出ないですね。だから以前6打った時に10連続で示唆画面が出ないなんてこともありましたんで、ただその後5連続で出たりするんですよ。だまあいろんな要素とこう合わせながらちょっと判断していった方がいいです。その方が間違いは少なくて済む。あら、あら、9の4、63ゲーム。ああ、ダイナマイト、あ、もう一角や。チャンス目、
やりました。はい、67ゲーム。問題はまだ赤七が噛み合ってないです。ねえねえ、噛み合ってねえな今日、めっちゃ噛み合ってねえわ。よし、噛み合ってねえことだし、ここは食事休憩だな。さあ、ちょっと流れが悪いんでご飯食べてきました。はい、ここからですね、32から。でこれに30、100ゲーム以降に関しては白身、46から64が前兆の終了ゲームにならなければ当たりなんで、ただこれが前兆のスタートとすると、前兆スタート時の演出が熱いほど熱いっていうのは、これ番長、今までの番長同様の仕組みでございますので、ちょっと期待したいと思います。ここは当たんなそうですけれども、20ゲーム前にチャンス目を引いてますんで、ここで前兆がもう激アツですよね、激アツ。はい、チャンス目解除したと思います。ここいらねえわ、このチャンス目もうちょっと待っててほしかったわ。はい、1000円追加投資、これで都合14,000円。チャンス目から28ゲーム目でもって29秒。はい、チャンス目解除、これで10の4。じゃあ10の5。10の5、10の5ですよ、えぐいっすね。おそらくモード B ですね、ワンチャンチャンスモードの可能性もある。流れが悪かったからさ、ご飯食べてきてるからね俺。何気に8ゲーム目だった。そろそろ60ゲームやってもいいんだぜ。はい、継続確定演出ですね。ということはつまりどういうことかというと、60ゲーム継続 OK、 これ熱いぜ。やっとなんか鏡やってる感じ。おい、3回目か。さあ、逆に今20ゲーム何も引かなかったのがすごいグッジョブだな、グッジョブ。
熱いチャンス目、はい、リスクの色は青。なんだかんだね、もう弱者でもいいから乗せた時に黄色ディスクでループ率 50% 持ってきたいですよね。これ乗せてほしい。マジ、あー乗っかった、ありがてー。あーしかも強烈薬、はい、ディスク青、はい、厳しい。さあ右隣の台が100ゲーム完走しましたね、羨ましい。モード B ゲーム数解除って考えて良さそうですね。37ゲーム30分の1、おー、はい、 6% ぶっ刺しまくりまクリスティ、ちょっと煽り何も引いてないですけど煽りが始まってます。 OK、 これは内部的に USA1 個停止での 1% に当たってる可能性がある。要は USA 狙いカットインが出なかった 1% で、かなり熱いっす。うわ外したんだが、外したんだが、はい、ともあれ2連続で刺しました。そして再びモード B、 次回天国期待。おいと2段階初めてだぞ俺、2段階初めて、おおおお、3段階フリーズなんでね、セクシートランクか、うん、チャンスね。いや意外とこれ20なんだよ、うん、で青だし、さすがにこれはね、逆にレーあの弱レイアークだったら熱かったよね。なので、500枚獲得してドルカム出てくれば、まあ、ちょっと安心かなと。はい、これなんだ、9枚役なんでチャンス目ですね。また青、全然ここ黄色になんねえな今日。何事だ、もっと言うと6はもう500倍いってないのにドリカム出てきたりするっていう挙動があったりするんで、ドリカムにもちょっと注意を払ってみてください周りの台ね。さあチャンス目から獲得なったか、おっと待ってください、イーグルが来ましたよ、イーグルが来ましたね、熱いっすよ。さあ5ゲーム目、さあイーグル、イーグル俗に言うチャッピー卓球、これはどうやらチャンス目ディスクですな、ゲーム数的に。
中国でこのゲーム数が70ゲーム前はないんでね、ほぼ。はい、赤7ディスク獲得。やっとやってるよ。さあ、赤7ディスク解放。驚けドリームでお願いします。さあ行こう。緑スタート文字は緑。もう一人。もうダメだ。赤ディスクの時の3分の1かな、ケイシロダンス割合は。まあ、もちろんディスクジャッジメントの成立ゲームでもまた変わってくるんですけど、結果は。さあ、これはトランク50ゲーム以上かな。とりあえず成立フラッグ特定するよ。おっ、よし、いくよ、いけー。今20超えた、今30超えた、はい、40超えた、今50。50だ、このままじゃ50だ。よし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 、今65、74。待って、オッケー。ちょっと足りてなかったけど黄色だ、今日初めての黄色。いくぞー。ちょっと待って、ちょっと気負いすぎ。だくそ。気負いすぎちゃった。もうカモンループが欲しくて欲しくて。久々に出会いだわ。弁当がざっくり、そうですね、25分の1ぐらい、30分の1ぐらい上乗せ。どうしても弁当って言っちゃうよね。もう俺たちバンバカにとって緑色の絵柄は弁当なんだよ。もう仕方ないよね。だって言うて俺20年ものだもん。緑色を弁当って言ってもう20年だもん。おいそれとトランクってカタカナに変えらんないよね。食べられないよ本当に。はい、黄色。オッケー、来たぜ。まあまあ一発くらい十分。こうやってる感がこう出てくるんだね。やってる感が出てくる。これでやりました、ゲーム数の文字色が赤に変わったんで本戦長ほぼ確です。はい、ってことはおそらくモード B ですね。モード B。 さあ楽しくなってきたぞー。